須賀川市中心部周辺の空中写真。1975年撮影の9枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。須賀川市は福島県中通りの中部に位置する市、郡山都市県に属している。福島県の空の玄関口である福島空港が隣接する。 玉川村にまたがって所在している。観光では全国のボタン園で唯一の国指定名称である須賀川ボタン園が名所として挙げられるほか、祭事では毎年11月の松明石が有名である。特撮の巨匠、津村屋英二の出身地であることから代表作品の一つであるウルトラマンを生かした街づくりやイベントを精力的に行っている。歴史は古く、 旧石器時代の器ざけた奇跡をはじめ、奈良時代から平安時代にかけての遺構である、商人団廃寺市など、古代からこの地が、東北地方の要衝であったことがわかる。鎌倉時代以降は、二階同士の城下町として栄えたが、天正年間、伊達政宗に攻められ、須賀川城は落城した。毎年11月の第二土曜日に行われる、日本三大火祭りの一つ、 松明明ツ赤は、この時の二階堂家の礼を弔うために行われてきた伝統行事である。江戸時代は、白川半領で、欧州街道屈指の宿場町として、独自の町人文化も花開いた。江戸中期には、徘徊が盛んであったため、松尾芭蕉は、奥の細道の旅で、須賀川塾に8日間も滞在した。1868年、須賀川地方は、 母親戦争で大きな打撃を受けるが、明治から大正期にかけて復興の道をたどる。1876年に本町、中町、北町、道場町が合併し、塚川村となる。1889年の町村政治史,史により、森宿村の一部を合併して、塚川町となった。また、1954年3月、塚川町と隣接する。 浜田村、西袋村、稲田村、小塩野の絵村の4家村が合併し、市政を施行して、須賀川市が誕生。市政以降、翌1955年3月には、新田村、1967年2月には、大東村、2005年4月に長沼町及び、岩瀬村をそれぞれ編入した。平成に入り、須賀川市は、臨空都市として、大きな変貌を遂げた。 1993年に開港した須賀川市南東部に位置する福島空港では福島県の空の玄関として大きな役割を果たしている。また須賀川市は東北自動車道の須賀川インターチェンジが整備され福島県内でも比較的高速交通網に恵まれた地域である。また郡山市に隣接しており郡山駅から 東北本線で所要時間約12分とアクセスも良い、ため郡山のベッドダウンとしても発展している。2011年3月11日に発生した東日本大震災で、須賀川市は震度6強を観測。市内西部の藤沼ダムが決壊し、下流の長沼地区で家屋が流出。死者7名、行方不明者1名が出た。津波の被災に隠れていたが、 農業用ダムの決壊で死者が出たのは、世界でも例がなく、極めて稀な災害であった。須賀川市医療スポーツ施設須賀川アリーナ、須賀川市立博物館高等学校、特別支援学校須賀川高等学校中学校、小学校須賀川信用金庫本店須賀川郵便区。 須賀川郵便区福島空港の空中写真須賀川駅須賀川出身のつぶらや英二が世に送り出したウルトラマンシリーズを活かして街づくりに取り組んでいる。ウルトラ一族が住むとされる M78 西雲港の国との姉妹都市提携を2013年5月5日に発表した。須賀川市 M78 港の町への住民登録は1万人を超えている。 2017年5月に完成した新しい視聴者は、前に、ウルトラの父のモニュメントが設置されているほか、ウルトラの父の設定上の身長と同じ地上を45メートルからの視点のように見えることを意識して設計された、ウルトラフロアや、市民が利用できる、光の会議室、ウルトラ会議室が設けられた。中心市街地には、ウルトラヒーローや、怪獣のモニュメントが並べられ、 2017年7月には、つぶらやプロダクション公認ショップ、ショット M78 大足屋がオープン。2019年1月オープンの須賀川市民交流センターには、つぶらやエイジミュージアムが併設された。注釈出展。ありがとうございます。